ジョン・メレンキャンプ、ジョン・メレンキャンプ、ジョン・メリン・カンプ、1951年10月7日台、は、アメリカ合衆国インディアナ州、シーマー出身のシンガーソングライターである。デビュー当時の芸名は、ジョン・クーガー、ジョン・クーガー。1983年に、ジョン・クーガー・メレンキャンプ、ジョン・クーガー・メリン・カンプと改名し、1991年から、本名のジョン・メレンキャンプを名乗る。 2018年11月、女優のメグライアンとの婚約を発表。1970年代半ばに、トラッシュというグラムロックのバンドで活動していた時期に、デビッドボーイの敏腕ンンマネージャーだった、トニー・デフリーズに見出され、デビュー。グラムロッカーとして化粧をし、芸名を、ジョニー・クーバー、ジョニー・クーバーとするが、彼の意に沿うものではなく、間もなく、レコード会社を移籍し、芸名も、 ジョン・クーガーとする。アメリカでの初ヒットは79年末、I Need, A Lover, 放題、I Need Lover で、ビルボードホット100で、最高位28位。その後も、Distime, 80年全米27位、a イ n と Even ダ h a n With The Night, 夜が泣いている、81年全米17位と、着実にヒット曲を出す。大ブレークしたのが1982年。アルバム、 アメリカンフール、ビルボード氏、アルバムチャート全米ナンバー1からのシングル、ハーツソグッド、青春の傷跡、同1位と続くセカンドシングル、が、全米1位の大ヒットとなり、名実ともに人気ロッカーの仲間入りを果たす。イギリスでも、が、シングル初チャートイン、最高位25位した。なお、上記の、I Need A Lover 放題、I Need Lover の日本版シングルでは、 アーティスト表記は、ジョニー・クーガーとなっている、ワーナー・パイオニア、P-528。1983年にジョン・クーガー・メレン・キャンプと、改名詞、アーハー、放題、天使か悪魔かを発表。クランブリン・ダウン、9位、ピンク・ハウジーズ、8位などビルボード詞で、TP10 入りする。ローリング・ストーン詞はこのアルバムを、1980年代の、 意外な100枚の32位に選んだ。1985年に発表したスケアクローからも、ロンリー・オール・ナイト、6位、スモール・タウン、6位、ROCK in the u s a 2位のシングルがトップ10入りした。同年には、ウィディ・ネルソンと共に、困窮するアメリカの農家のためのチャリティーイベント、ファームエイドを開催。都市から見放されがちない中、 農村の代弁者としての立場を強くするようになり、音楽性もカントリーやフォークの色が濃いアコースティックなものに変容していった。その音楽性は1987年に発表したザ・ロンサム・ジュビリーで強く見出すことができ、このアルバムからもペーパー・イン・ファイヤー9位とチェリー・ボム8位、チェック・イット・アウトのヒット曲を生んだ。その間の1986年には、 日本武道館とフェスティバルホールでの来日公演を行った。1991年にようやく本名のジョン・メレンキャンプ名義で When Never We Wanted を発表。翌1992年には4年ぶりのワールドツアーも行った。映画業界にも同年から進出しており、インディアナ州が舞台のホーリング・フロム・グレースで主演と監督を務めたものの、 商業的には成功しなかった。1993年に Human Hoyers、1994年に Dance Naked、1996年に Mr. Happy Go Lucky のアルバムを発表したが、以前ほどの成功は収められなかった。21世紀に入ると、新たな音楽性を求め、ラップグループのパブリックエネミーのチャック・ディーなど、組、カティン・ヘッツを発表した。 インディアナ州ブルーミントンに住まいを構えるジョンは、同地にあるインディアナ大学のバスケットボールチームのシーズンチケットを購入しており、その関係から、同大学の前学長が代表を務める NCAA のバスケットボール大会の一環として、2006年にインディアナポリスの街中で無料コンサートを行い、5万人の監修を集めた。同年の夏頃から、シボレーの CM 曲として、 アワーカントリーが流れ始め、大変な人気を集めた関係もあり、2007年に発表した5年ぶりのアルバム、フリーダムスロードは、初動ランキングで5位にランクイン。これは1985年のスケアクローがマークした2位に次ぐ最高位になっている。また、同年には、人気作家スティーブン・キングと共に、ブロードウェイミュージカルの仕事を行っている。2012年、 スティーブン・キングと共同でホラーミュージカルを制作し4月から5月にかけてアトランタで上演された曲の録音にはエルビス・コステロ、クリス・クリストファーソン、シェリル・クロウなどが参加している2013年10月10日から11月6日にかけて中西部と南部の20都市をツアーする楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください